相場ドル現在の情報1ドル115円台に、ドル円1、時116円、割れ、ドル円の売りが強まっており、ストップを巻き込んで一時、116円を割り込んでいる。1月につけた直近安値を下回った。今日はロンドン時間からリスク回避のムードが強まっており、原油安のほか、欧州株が大幅安となる中、米株式市場も同様に売りが強まっており、ダウ平均は250ドル超下落して始まっている。リスク回避の円買いが強まる格好で、ドル円も下値模索が続いていた。今のところは116円台を維持しているものの、本格的に下押しするようであれば、心理的節目の115円が視野に入る。そうなると大きく局面が変化する可能性も出てくる。民の声に続く。